人間どもよ、裁きの時だ。お帰りなさい、サイヤ人。またお前たちのおかげで俺は強くなれる。すべてはこの時の指輪がもたらしたものだ。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ。そう、時の指輪を使うことができるのは海王神のみ。俺の正義を成し遂げるには最高の理解者が必要だった。同じ正義を持ち、同じように人間の愚かしさに苦しむ、同じように理想の世界を胸に抱く者。すなわち私だ。私もまたお前たちが未来と呼ぶこの世界で人間の愚かしさを嘆く日々であった。俺は時の指輪を使ってこの世界へやってきた。その身に刻み込む、カメハメ。誰よりも強い怒りを。それは今の美しさの頂点にいた。神に抗う罪人は後ろ。罪人だったらなんだ。俺はこの世界を守る。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。まさか貴様にこれほどの力があったとは。デザートにはもってこいだ。その身に刻むか、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。奴らは俺が食い止めます。だからその間に父さんたちはあいつらを倒す方法を。孫悟空たちが戻ってきたぞ。第三幕の開演としよう。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。結果、神だけに与えられた特権、時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神、奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。なるほど、それか。ああいい、拳で蹴りをつける方が。
神の授けた肉体は神の器用我が物のことから思う人間不全ダメだ分かったぜ貴様の成長が怒りだな息子を傷つけられたいか貴様を強く変えたのだろう気づいてみれば単純な話だよ怒りをパワーに変え人間にしか思いつかないおぞましい方法よつい逃がしてしまったそうか怒りか宇宙を汚す人間への怒りそれを黙認する神への怒りそして人間不全に敗北した無力な自分への怒りそれは今美しさの頂点に至っている見ろ前菜怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ神の怒りの強さがいかほどのものなのかその身に刻み込めバカめベジータどうした人間だね神の技の前に足がすくんで動けるかカメハメあるよこれは今美しさの頂点にさっきからザマスの火が消えたり現れたりしてしかもだんだん弱まっているようだ一体何が起こっているというのだなんと無様な姿だザマ私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ人間はただの虫けらではない油断していたら私たちの理想は仕方がない遊びは終わりだ無知ゆえに神を冒涜し続ける人間どもへ木は熟したということか人間ど我々のか感じるぞさらに奴の気が高まりだしてやがる心地よい我が身に満ちるこの地フランクス小賢しいサイヤ人どもよく聞け我らこの身で世界を照らす太陽なりそしてこの輝きが正義と知れこのザマスこそが宇宙の知恵宇宙の炎宇宙の力なりこの光さすところより消えよう人間ゼロ計画は
このうち残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがる。調子に乗るなよ、ザマス。貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めるサイヤ人でも我が神の偉大なる力を見せてくれよ。これが神の怒りだ。ソン・ゴク！マナサー、おめえの怒り全部貸してやる。愚かなリサイヤ人、消えるのは貴様たち人間の光だ。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の味方し。正義の光を。一人になったから、俺はベジータとカカロットの合体。そんな変身で人間は常に神を模倣する。しかし悲しきかな、母は罪となるのだ。来いよ神様、お前の理屈は聞き飽きた。賛美は聞かぬ。した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人
孫悟空よ、お前は人でありながら神をも忍ぶ力を得てしまった。お前にこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそお前は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの世に引き受け、世界消えちゃ